はい、こんばんは。こんばんは。岡崎です。エッセンサコイです。はい、ついに1月30日土曜日からアタッチメントの 21SS が、いよいよ発売となります。はい、もうね、とにかくめちゃめちゃ入荷がありまして、うん、ということで、久々の YouTube 動画、YouTube 使ってご紹介していきたいと思うんですけれども、はい、じゃあサコイ君の方から、今期 そのアタッチメントに関して、前シーズンからのこう変化であったりとか、ちょっとこうテーマみたいなところがあれば教えてください。はい、コレクションも出てるので、見てくださった方が多いとは思うんですけど、 2020AW だと非常にアタッチメントテクニカルなアイテムが多かったと思うんですけど、もちろんそれは継続して、しつつ、この 2021SS では例えばですけど、化学繊維を使ったニット素材であったりとか、シースルーのアイテムとか、ちょっとこう挑戦的なアイテムももちろんこう増えてきて、はい、で今までのアタッチメントのそのちょっとこうシンプルでこうミニマルなお洋服っていうのはもちろん継続して展開してはいるんですけど、はい、風邪気熊谷でよく見たようなこうオーバーサイズのアイテムであったりとか、ちょっとこうデザイン性に富んだようなアイテムもアタッチメント名義で展開するものが結構多くあるので、はい、アタッチメント単体で見ても非常にこう幅広いというか振り幅のある、はい、コレクションになっているので、そういったところを楽しんでいただけるといいと思います。はい、じゃあ早速ですね、ご紹介していきましょう。はい、ジャンルというかシリーズで、まとめてご紹介するんですが、まず最初は、コットンコンプレッシャーのシリーズになります。コットンコンプレッシャージャケットからいきましょう。はい、そうですね、2020AW でもコットンコンプレッシャーのジャケット展開があったんですけど、以前はこう圧着ポケットとかがあったんですけど、今回は、コンシールファスナーでポケットを配置していたりとか、見えますか、はい、あとはフロントの部分は肥沃仕立てにしているので、非常にこうアタッチメントらしいシンプルですっきりした顔つきになってます。はい、でコットンコンプレッシャーは非常にこう伸びがめちゃめちゃいいので、ちょっとこうフォーマルなもちろん見え方にはなるんですけど、非常にこうジャージのように着れるというか、本当ストレスフリーなところが魅力的かなと思います。はい、色の展開とじゃあサイズを教えてください。はい、カラー展開ブラック と、ダークグリーンですね、はい、になってまして、ダークグリーンがサイズ 1,2 の展開、 1,2、はい、ブラックの方がサイズ 1,2,3 までの展開になってます。はい、一番は S サイズという、ことで大丈夫ですか、認識で。はい、そうですね。はい、じゃあでは、同素材を使ったロングスリーブのカットソーになっています。胸にある圧着ポケットとか、ここら辺は昨年のモデルに非常に近いディテールにはなってるんですけど、はい、まあ肩位置見ていただくと分かるんですけど、そんなにこうオーバーには作ってないので、非常にこうすっきりとした見え方になっています。ロングスリーブですかね。そうですね、はい、でこちらが、からブラックとホワイト、はい、と、先ほどジャケットでもあったダークグリーンの3色展開になっています。はい、で、ダークグリーンの方がサイズ 2,3 の展開、はい、で、ホワイトですねが 1,2,3 番までの展開ですね。はい、でブラックの方、あ、そうですね、ブラックの方も 1,2,3 の展開になりますね。はい、で、半袖のバージョンも早速入荷してきました。はい、色カラー展開は、先ほどと同じでブラック、ダークグリーンでホワイトの3色展開となっています。はい、ダークグリーンの方がサイズは 1,2 の展開になっていますね。でホワイトとブラックどちらも 1,2,3 の展開になってます。サイズやってます。はい、はい、ちょっと新型ですかね、センタークリースのパンツが入荷しました。はい、ワンタックのイージーパンツとかがアタッチメントって非常に展開多かったんですけど、今回はセンタークリースの部分こう縫い付けてあるようなセンタークリースが配置されていて、非常にこう足が長く見えるような、で、洗っても単純に取れないので見た目はずっとそのまま変わらず着用できるようなモデルになっています。裾にはコンシールファスナーがこちらも、はい、備えられているので、例えばシューズに合わせてちょっと開閉していただいたりとか、ちょっとニュアンスを変更していただければなと思います。こちらもダークグリーンと、ブラックの展開になっていますね。ダークグリーンの方が、サイズ2のみの展開です。でブラックの方が、1,2,3 の展開になってます。1,2,3です。はい、
でこちらは、コットンコンプレッシャーのテーパードパンツになっております。 2020AW で展開になった、ジョッパーズパンツに非常に近い形になってるんですけど、太もも、股上も結構深いっていうのと、腰回りは非常にゆとりがあるんですけど、しっかりとテーパードを効かせていて、スッキリとしたシルエットに、よりこうスラックスライクにも着れるので、単品使いも非常にしやすいのかなと思います。同じくカラー展開はブラックとダークグリーンの2色展開になっています、はい、でこちらが、ブラックの方が 1,2,3,4 の展開、4番は XL と、そうですね、はい、で、ダークグリーンの方が 1,2,3 の展開になってます。 1,2,3 です、はい、そしてこちらが、コットンコンプレッシャーのシリーズでは最後になるんですけど、2タックのワイドパンツが入荷しました。形としては和幸熊谷で展開しているようなあのベルテッドのワイドテーパードに非常に近い形なんですけど、腰回りは非常にゆとりがあって、こちらもテーパードがしっかり効いているような形になってますね。首丈に設定されているので、ワイドパンツではあるんですけど、こう非常にスッキリとした見え方というか、そんなに野暮にも見えないので、ワイドパンツとかそこまで履かれたことがない方とか、なかなかこう挑戦できないっていう方でも非常に足を通しやすいのかなと思います、はい、ダークグリーンですね。でこちらがブラックになってます、はい、ブラックの方が 1,2,3 の展開になっていまして、ダークグリーンは 1,2 の展開になってます、はい、続いてはダブルフェイスのシリーズをご紹介したいと思います。こちら新型の、ダブルフェイスを使った肥沃ジャケットになっています。で見た通りなんですけど、肥沃仕立てでボタンは表に出ないシンプルな顔つき、うん、で、着丈短めに設定しているので、レイヤードスタイルも非常に作りやすいシルエットかなと思います。でこちらも袖口に本身のファスナーがついているので、はい、こんな感じですね、開閉ができます。なのでインナーに合わせてちょっとこう開閉をしてあげると、非常にこう快適に着用していただけるのかなと思います。でこちらが、ブラックの展開と、あとはグレー、はい、2色展開になっています。どちらもですね 1,2,3 の展開になっていますね、昨年の秋冬モデルからはそこまでこう大きく、マイナーチェンジとかは施してないんですけど、はい、昔の、ジップとかとはまた変わって YKK のジップになっていたり、はい、あとは首の後ろですね、ラバータグが昨年からつきまして、その使用は継続しております。で、このダブルフェイスの生地だと、シワにもなりにくいので、非常に、ケア面もだいぶ楽かなと思います、はい、秋冬春夏問わず、継続して展開しているので、夏以外通年として着用していただけるようなイメージになってます。カラーは、グレーとブラックのこちらも2色展開になっていまして、はい、どちらも 1,2,3 のサイズ展開になってます。こちらも定番にはなってるんですけど、ダブルフェイス生地を使ったバイカーパンツになっています。こちらも、大きく仕様の変更はないんですが、もともとこう膝のあたりがくの字に曲がっていたりとかしているので、長く愛用していただいても単純に膝が出なかったり、あとはこれもシワにもなりづらいので、大体お家でお洗濯とかした後のケアとかもだいぶ楽なのかなとは思います。こちらも、カラー展開だとブラック、グレーの2色展開になっていまして、どちらも 1,2,3 番の展開になってます。続いてはトリコット生地を使ったポロシャツをご紹介したいと思います。昨年の春夏でもアタッチメントから出ていたポロシャツ非常に人気だったんですけど、今回こちらはトリコット生地を、使用したポロシャツになっています。サイズ感は割とジャストなので、非常にこうサイズを上げて着るというよりかは、ジャストサイズで着たい方はもういつものサイズを選んでいただければいいかなと思います。こちら3色展開になっていますね、さっきのブラックと、そうですね、でカーキグレーとライトグレーの3色展開になっています。で、カーキグレーと、ブラックですね、はいはい、こちらが 1,2,3 までの展開になっていまして、はい、はい、で、こちらですね、ライトグレーの方が 1,2 の展開になっています。トリコット生地を使った、先ほどと同素材のポロシャツにはなるんですが、こちらは非常に大きくシルエットを、設定した、ビッグポロになってます、はい、で結構肩も落としていて、でドルマンスリーブになっているので、だいぶこうゆとりのある見え方になります。昨年のプレイダブで和幸熊谷で展開されていたポロシャツに非常に近い形になっているので、好評でしたよね。すごく人気だったんですけど、細身のパンツでももちろんいいんですけど、アタッチメント、せっかくこうゆったりめのパンツも非常に増えてきているので、
ちょっと夏場はこういう、まあ、ゆとりのあるポロシャツを着てワイドパンツを履いてゆったりしたスタイリングも楽しんでいただければなと思います。グリーンとブラックでライトグレー、ライトグレーとカーキグレーの4色展開になっています。グリーンの方が、サイズ1番2番の展開です。ブラックの方が1番2番3番の展開で、ライトグレーの方は1番2番の展開、カーキグレーの方は1番2番3番までの展開になっています。続いてはソルシールドという、まあ、高機能な素材を使用したシリーズになっています。昨年からの先ほども話で出てましたけど、あのこういう圧着のポケットのデザインが非常に増えてきたと思うんですけど、そのデザインは、ね、そうですね、継承しつつ、あの裾とか、袖口ですね、あとはポケットは圧着仕様にしていて、まあ、縫い目もあの極力表に出さないような作り、シンプルな作りになっています。まあ、これももちろん伸びはいいんですけど、それ以上にそのソルシールドっていう、まあ、あの遮熱繊維というか、あの遮熱繊維、まあ、紫外線とか太陽光とかの厚さをこう和らげるというか、いう繊維になってますので、まあ比較的暑い時期でもあの快適に過ごせるような、見た目以上に非常に高機能なアイテムになっています。こちらが、はい、ライトグレーとブラックの展開になっているんですが、はい、ブラックがサイズ1番2番の展開12です。はい、ライトグレーの方が1番2番3番までの展開になってます。はい、続いては同素材で、ノーカラーのジャケットも登場しております。基本的なディテールは同じなんですけど、よりこうお休みの日とかに気兼ねなくさっとこう着やすいのはノーカラーなのかなと思います。まあ、昨年からちょこちょこノーカラーのアイテム、まあ、ジャケット出てたんですけど、非常に人気で、はい、今回も継続して、リリースされるっていう形になります。はい、でカラー展開同じくライトグレーとブラック2色展開になっています。でこれは、どちらも1番2番3番の展開になっています。続いては、同じくソルシールド素材を使用した、ビッグポロになります。形はあの先ほどご紹介したようなビッグポロに近いんですけど、先ほどお伝えしたように、遮熱繊維を使っていて、非常にまあ暑さに強くなっているっていうところと、あとこちらですね、裾にアタッチメントタグがついているので、ちょっとこうワンポイントアクセントとして機能するようなイメージですね。はい、こちらのカラー展開が、ブラックと、カーキグレーですね、とあとホワイトになります。カーキグレーの方が1番2番3番の展開、ホワイトとブラックが1番2番の展開となっています。はい、こちらも、ソルシールドを使った、カットソーになっています。こちらも、首元、まあ、裾、袖口は圧着仕様で非常にミニマルなんですけど、先ほど の, あのコットンコンプレッシャーとは違って非常にゆったりしたサイジングになっています。で胸も圧着ポケットになっているので、極力こう表に凹凸がないような仕様になっていますね。まあ、伸びももちろんいいんですけど、これ自体やっぱりゆったりしてるので、単純にまあ肌に触れる面積が少ないので、まあ、夏場快適ですし、まあ、そういう、こう高機能な素材も使ってるっていうことで、まあ、夏場は間違いなくこう活躍してくれるのかなと思います。色の展開、ライトグ、これがライトグレーで、はい、ホワイトとブラックになって、サイズ展開は、はい、全て 1,2,3 のサイズ展開となっています。はい、サイズやってます。こちらももう定番で展開しているワンタックイージーパンツになっています。はい、コットンコンプレッシャーですかね。コットンコンプレッシャー、あっちの方だとベルトループがついていたんですけど、こちらだと上線ゴムとドローコードがついているので、まあ、イージーパンツ仕様になっています。はい、まあ、さっと履けるんですけど、非常にスラックスライクな見た目なので、まあ、いろんなスタイリングの時に使い回しもしやすいのかなと思います。こちらも、ライトグレーとブラックの展開になっています。でどちらも、サイズは1番2番3番の展開になっています。1、2、3です。続いては、先ほど冒頭でもお話ししたニット素材を使ったアイテムのご紹介をしたいと思います。こちらがニット素材を使った MA1 になっています。非常に内覧会の時でもあの着用率というか試着率の高かったアイテムではあるんですけど、定番 の, あの MA1 とはまたちょっと形が変わっていて、はい、襟ぐりがちょっとこう深めの V ネックになっているというか、ちょっとこう襟ぐりが違って、そのまま胸の切り返しにつながっているようなデザインになっています。定番で展開している MA1 と同じように、左腕のこのポケットも埋め込み式になっているので、非常にこれもシンプルな顔つきになっています。カラー展開がグリーンと
ライトグレーとブラックになっています。ダークグリーンの方からが、サイズ展開が2番、3番、4番になっています。ライトグレーの方が、2番、3番の展開になってます。でブラックの方は、同じく2番、3番の展開です。続いては、ニット素材を使ったライダースになります。まあ、昨年秋冬の時でも、ライダースをベースにしたアイテムは出てたんですけど、はい、まあ、あの時はこう襟付きのものだったので、まあ、オリジナルこうライダースに非常に近い見え方になったのかなと思います。結構これもすっきりしたシルエットなので、まあ、1枚でももちろんいいんですけど、秋とか冬になった時にちょっとアウターの下にちょっとこう1枚レイヤードしていただいてもいいようなサイズ感になっています。裾の部分はまたね、こう断ち切りのような感じでリブとかを設けてないんで、また面白いですよね。これもカラー展開が先ほどの MA1 と同じで、ライトグレーになりますね。サイズもはい、こちらの方が、234の展開になっています、はい、でこちらダークグリーン、こちらも、サイズ展開は234になります、はい、ブラックの方が1番、2番、3番、4番の展開になっています。続いては、ニット素材を使った、プルオーバーにのニットになりますね。ニットとは言ってるんですけど、先ほどのブルゾン系はもう少しちょっと生地厚かったんですけど、こちらのカットソーは比較的薄いので、うん、まあ、春先でも非常に着用はしやすいのかなと思います。薄いってなかなか伝わりづらいですよね。そうですね。でも多分思ってる以上には薄くて、うん、こうサラッとした着心地というか、弾力があるような厚みではないですね。そうですね。サイズ感はジャストに近いんですが、胸に今回のメタルでファスナーをあしらっていて、少しアクセントとして機能するよう、はい、グリーンがサイズ展開が1番、2番、3番、4番になってます。はい、でこちらがブラックですね。ブラックの方も、1番、2番、3番、4番の展開です、はい、ライトグレーの方が1番、2番、3番の展開になってます。続いては、定番でアタッチメントが展開している、ストールカーディガンを、今回ニットで作りました。新鮮ですね。そうですね。以前のストールカーディガンとかより、この襟のあたりとかの、まあ、なんて言うんでしょう、厚みというか幅がそんなにないんですけど、非常にこうすっきりとした見え方になっていて、こう直線的な形がすごく綺麗です。サイジングはそんなに変わってなくて、まあ、本当にジャストサイズ、まあ、普段選んでいるサイズ感で問題ないかと思います。生地感はカットソーと同じなので結構薄手になってますね、はい、さらっと羽織れるようなイメージです。ブラックとグリーンとライトグレーですね。で、全て、1番、2番、3番、4番のサイズ展開になってます、はい、こちらもプルオーバーのニットになっているんですが、先ほどの、プルオーバーニットとは違って、肩の方にユーティリティポケットが備えられていて、はい、ちょっとこうアウター見えするようなイメージのニットになっています。袖口のリブも結構長めになっているので、一着でこうしっかりメリハリがつくようなイメージですね。こちらの方が、カラー展開がブラック、でどちらもサイズ展開一緒なんですけど、じゃライトグレーになっていまして、2色展開で、サイズ展開の方が1番、2番、3番のサイズ展開となっています、はい、第1弾は、ここで、終わりにしたいと思うんですけども、第2弾も、この後ちょっとご紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。